なんか今週気づいてなきゃいけないんだよね。うわーどうしよう、お腹アップ、お腹アップお腹アップ、お腹アップって言うと面白いな。お腹アップ、お腹アップをまあ S カップぐらい普通に言うこととして、まあ僕は今言ってますけど、まああの、まあ勝ちたい時にはお腹アップね、なんですけど、お腹アップがこう本物のこう性行為と同じぐらい気持ちいいかどうかみたいなことをお腹アップのこう表面に書いてあるわけですよ。リアルみたいなね、あのお腹アップのパッケージに、もうお腹アップって言えりゃそれで楽しいみたいになってますけど、書いてあるわけですけど、お腹アップを主要に使う人はあんまりこう女性とこうその本当の性行為をしてないケースの方が多分多いと思うんですよ。そうするともう関係なくね、そのリアルとかリアルじゃないとか関係なくね、なんか俺なんかガキの頃にあのかき氷にさメロンシロップかけたけど、別にあれさ後にメロンを食ってみればメロンでも何でもねえけど、あの駄菓子屋のこう店先であんな合成着色料だらけのメロンシロップかけてシャク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 食ってるようなのはメロン食ってねえからさ関係なくね、と同じぐらい関係なくね。俺こんなこと気づいてたんだ。月曜ちゃん伊集院光る深夜のバカ力。ソフトオンデマンドのスタッフの人の中にこの番組をすごいよく聞いてくれてる人がいて、たまにこうソフトオンデマンドのこう DVD とかこう送ってくれたりとかするんですよ。送ってくれたりわざわざ TBS まですごい買い袋で持ってきてくれたりするんですよ。ほんでまああのソフトオンデマンドの DVD の場合はこうちょっとこう好き嫌いある企画ものがあったりするんで、これはちょっと俺はっていう時に、まああの前に座っている高校生の渡辺君に、まあほらほらあんじゃね、子供のいない家にカルピスが来ちゃった時にさ、子供のいる家に回すみたいな、ああいうやつってなったりするんですけど、この度のそのソフトオンデマンドの方が夏の元気なご挨拶に来てくれて、送ってきてくれたのが、まあ、僕はもう楽しみでしょうがないですから、どんなエロビデオがいただけるんだろう、またどんなエロビデオを渡辺さんにご挨拶できるのだろうということでね、昔のレイプまたい柔道家っていう女柔道家っていうビデオを高生の渡辺さんにね、お渡しして苦笑いをで気がついたら蛍源氏の桐畑徹君が大絶賛っていう、まあそういうこともあったんですけど、今回さえらくでかい包みでさ、うわすごい量出してんなと思ってさ、開けたらさそれがお腹アップなんですよ。でさすがに俺ももうさ38にもなってそこに対する好奇心をさで、しかもそれがさ僕がこう TBS にいない日にご挨拶にいらっしゃったから、プロデューサーの池田経由で来るわけよ。池田の目の前でもう池田あいつ持ち帰んのかなみたいな感じになってるわけ、なんか、それもなと思って、ほんでそのたまたまその横にいたヒットマンの河野、今日もアルバイトで来てますけど、ヒットマンの河野若手芸人に「やるわ」っつって渡したら、あんま喜ばなくて、僕こういうのはちょっとみてえな、そういうコメントを出し合って、それもなんか腹立たね、なんかわかんないけど、それもすごい腹立つんだよね。んで結局まあそのじゃあ仕事部屋持ってっといてくれよみたいな形で、今仕事部屋にそのソフトオンデマンドからの夏の元気なご挨拶が来てるんですよ今。でパッケージを見てみると、あのパッケージとかとこういうのはどういう風に使うのみたいなものをネットとかで見てみると、もうねほぼ女体同然のリアルさみたいな歌い文句がすごいこう出てて、んでその時ふと思ったんだよね、女体同然じゃなくてよくね、もうすごい気持ちよければそれでよくね、もうわかんないけど、その場でなんか小学校の時の記憶飛んじゃうぐらいの一切あれ俺幼稚園の卒園式から一気に中学校の入学式になってるぞぐらい気持ちよければもうそれでよくねえかっていう
ことなんですよ。女性云々関係ねえからみたいな。後でわかんもうだ別ジャンルとして発展すればいいじゃん。もう全然別のものとして発展すると、俺はあのね腎臓いくらってあるんじゃん、割とこうよくわかんないけど中にこう植物油かなんかを入れながらいろんなフレーバーを入れていくらっぽくしてある腎臓いくらってのあるんだけど、あれは俺いくらと別物でめちゃめちゃ好きなの。腎臓いくらかけご飯が好きで、あの例えばこういただき物でさ腎臓いくらと本当のいくらがあったら何日かまあいくらかけご飯食べんじゃんか。そうするとまあいくらかけご飯も飽きたから腎臓いくらかけご飯でも食うかなっていう感じなんだけど、あれ腎臓いくらっていう名前にしちゃうからこうちょっとこう引け目を感じていかなきゃいけないし、いくらよりむしろ高いけどもっとうめえみたいなとこまでは発展しないじゃん。腎臓、なぜなら腎臓いくらだから。佐藤 B 作は佐藤 A 作首相より偉くなんねえじゃん。もう違うよ多分この理屈。この理屈も全然カットって違ってると思うんだけど、そういうことなんです。カニカマももはやすっげえうめえけど、なんかカニに対して引け目を感じた位置で止まってんじゃん。でもうカニそっくりみたいなキャッチコピーを使い続けるし、カニ風かまぼこみたいな感じのことを言うから発展しないわけ。もう変な話びっくりするぐらいうまきゃいいわけでしょ。うわカニあんま食っちゃうとこの後のカニカマ食えねえからなみたいな、そういうぐらいの位置までカニカマ言っちゃえばいいわけ。名前も変えちゃえばいいわけ。全然変えちゃえばいいと思うんだけど、また一つそのオナカップがそういう位置にその来てるんですよね。あ今はすごいうちのスタッフはすごいあれですから、あの仕事が早いですから、あのネットからその画期的オナカップ登場っていうその、サイトプリントアウトしてくれたんですけど、この驚異的なスピードで俺ですら何話すか決めてなくて迷った挙句の第一声がオナカップだったのに、この速さで届くってことはお気に入りには登録してあったよね絶対。 AD の中山くんのお気に入りには絶対これ入ってたに違いないよね。画期的なんですよ。全く新しいアダルトグッズでお店でも好評発売中で、あとすげえ笑ったのが、何が画期的かっていうとストライプが入ってたりとか、そのデザインに異常に凝ってんの、色のバリエーションがいっぱいあるんだけど、人前でするもんじゃねえからそこは全然よくね。人前であれを取り出すことって一生ないと思うんだよね。なあでいてしたら、どういう経緯でその夏の元気がご挨拶が来たかっていうと、竹山くんのあのカンニングの竹山くんの深夜のバカ力じゃねえや、簡単にみんなやったわけじゃない深夜のバカ力、あのジャンクの生はダメラジオにそのスペシャルウィークでソフトオンデマンドの女優さんかスタッフかなんか来たんだよ、男優さんかなんか来て、でその時によかったらどうぞ竹山くんが渡されて、竹山くんは年いくつかな、竹山くんも30代中盤だと思うの、34、5だと思うんだけど、おそらくそのアンニュイなお年頃はさすがにもらってもアダルト DVD は見れてもお腹カップはちょっとっていう多分お年頃だと思うのね。竹山くんもそれをキャンセルして、たまたまその時にいたアンタッチャブルの山崎によかったらって言ったら、山崎はすごい渋々持って帰ったらしいの。いやそんな厄介笑いみたいにもらわされても、まあでも他に欲しい人もいるかもしれねえしみたいなこと言って山崎は持って帰ったって聞いて、でそうなんだ、山崎ももう30あいつそんな言ってない、30ちょっとが言ってるよね。やっぱ30代はそうなのかなと思っててさ、そしたらさ竹山くんと山崎のその2人でやったジャンク交流戦の中で山崎がめちゃめちゃすごかったってのを見て、またいつもちょっとお腹っぷについては違うと思ってんだなと思いながら、今ねソフトオンデマンドさんのお中元がねうちの仕事場で宙にすごい浮いてる状態になってるんですよ。どう接していけばいいんだろう。捨てるってのも違くね。だって世間にはこうやって俺たちがお腹っぷ余ってるって言ってる時にもうさ、お腹っぷがなくてガシしそうな人だっていっぱいいるわけでしょ。それをね黒柳徹子さんが聞いたら、宝飾の時代のもう極みだと、あなたのお腹っぷで何人の命が助かると思ってるんですかって話になっちゃうから。歌始まってっけどさ、あのこのビートクルセイダーとしてはこんな話題からスルッとかけられて嬉しいのかどうかわかんないけど、トゥナイトトゥナイトトゥナイトがもうかかってます。
極限の超軟質素材とソフトケースのコラボレーションによりエアクッションルームの可変領域を広げることに成功。さらなるエア圧の自在な変化はシリーズ中最高のソフトな絡みつきを生み、優しくあねっとりとあなたを攻め上げます。こういうキャッチフレーズがついてますね。これね、高いな。願いに9種類9本セットで6980円ってことは1本あたり結構な値段。またなんかあの細かい情報を今聞きましたけれども、あの AD の中山くんっていうのは基本的にそのアンタッチャブルのシカゴマンゴーに送り込んだうちのスパイみたいなもんですから、聞いたら最初に生はダメラジオにソフトオンデマンドの女優さんが来てお土産で置いてったと。でいてそれをあの高山くんちょっと使うの恥ずかしくて、山崎さんどうですかって言ったら、ちょっとこう斜めのスタンスで、かなり斜めのスタンスで、おい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 と、だってこういうのはさほら的な感じで、まあまあ話の種にもらっていくのもいいかなぐらいで、もらってたらしいんですよ。これが先週のことぐらい、スペシャルウィークの1週目のことだよね、要はね。これでしたらスペシャルウィークの2週目に今度一週目のそのもらった日の次の日が交流戦で、もう会うや否やあれはやばいと竹山くんあれやばい、竹山くんあれは本当にやばいと、本当にやばいんだけど竹山くんとね、山くん竹井とやばいと、もうこれはやばいんじゃねえかっていう話になっちゃって、まあ大絶賛と。これでその交流戦の後にその次週の要するにスペシャルウィーク2週目には今度またソフトオンデマンドの関係の人がゲストに来ると、なんか AV 業界で働きたい特集みたいなのがあって、それでソフトオンデマンドの方が来るという話をしたら、あの山崎くんがそのまあ、シカゴマンゴーが終わった後ですかね、終わった後ですかね、すぐ帰る男なんですけど、まあ帰らないみたいな、帰らないでかなりうろついてたらしいんですよ。でかなり大きな包みを持って帰ったらしいんですよ。夏の直接元気なご挨拶を持って帰ったらしいですから山崎やばいんじゃねえか今。山崎が多分相当、山崎カッカになってんじゃないか今、カッカにカッカになってんじゃないっす。ジャーン。いやでもこのその説明書きを見れば見るほど相当気持ちいいらしいですから、やばい。これ誰か山崎の安否確認に行った方がいいんじゃないのか。山崎の家に行ったら山崎の姿はなくて服は全部こう脱ぎっぱなしなんだけれども、おっきな特製のお腹カップだけが転がってていねえなと思って、山崎って言うとどこか遠くから行けるか行けるか助けてくださいっていう声が聞こえて、声をする方を見てもお腹カップしか、さてはお前うかつに返事をみたいな、そういうやつの可能性。何勇気だお前それ。まあ性勇気ですよ、性勇気ね。それの中にもう吸い込まれてる。露骨にダジャレでテンション下がった顔するの皇帝の渡辺君やめてくんない。俺もそんなにそこにこだわろうと思ってなくて、もうやり逃げなんすか、そんなの。言い逃げのつもりでいるならお願いできません、そういうやつ。よーし、たらすごい、もう早速すげえレスポンスでファックス1枚届いたんですけど、世田谷区のペンネームカブッチさんが、カブッチさんすごいのは多分頻繁にファックスをパソコンから送る人なんだと思うんですけど、送信用紙みたいのがあって件名って書いてあって、そこにオナカップって書いてあるから件名オナカップって書いてあるんですけど、そのデザインに、こだわったオナカップですが、今年のグッドデザイン賞の候補にも入ってたそうです。しかしでも女性の審査員からそういったジャンルのものを選ぶのはいかがなものかという反発があって、途中で選考から除外されたらしいっていうぐらい、すごいオナカップらしいですよこれ。へえ、どうしたいのデザインにこだわって。あの形的なもののデザインはわかんだけど、結構いろんな色形のデザインになってたりするんですよ。その見た目がカラフルなんですけどなあでしかもほらグッドデザイン賞なんか取っちゃったら有名になるわけじゃん、このデザインがっていうの。有名になるからさ、使い捨てって書いてあるけどさ、透明ゴミ袋に入ってたらもうわかるわけでしょ、これ捨ててあんじゃんってのがわかるわけだよね。本来だったら全然全く違うものに感じになってる方がいいわけですよね。
なんかこうガラスマイペット詰め替えようみたいなのにそっくりな方がいいわけですが、危険か本当の詰め替え用の中にね、ちびっこがわかんないで、まだわかんなくておちんちんを入れて、ちびっこ早えなお前、まだマイペットの字があんまよく読めないうちからそんなもの使って、まあいいけどさ、好きにすればいいんだけどもさ、なんかこれの、まあ、やっぱり童貞もさ、旧童貞新童貞あると思うんですけど、やっぱ僕ら旧童貞世代は童貞食われた高い王子みたいなところがありますから、こうなんかこういうのを買ったら、その童貞の中でも何か一つ大事なものが折れた気がするっていう意識がやっぱあるわけですよ、僕なんかは。でだからこうすんごい興味あっても、転んで落っこって、裸で転んだ時にそこに落っこったんですよ。俺が追いはぎに全裸にされた上に、洗うまで追いかけられて、やっと逃げたところで足腰も来るじゃん、そうすると。それに落っこった時にたまたまパッケージを開けたやつが落ちてて入っちゃうなら、ギリ大丈夫だけど、自分からは無理みたいな年代なんです、その、旧童貞は。新童貞はこれ大丈夫だと思うし、その、新童貞に対してアピールしてんだと思うんですよね。だって、おそらくコンビニとかにももう普通に置きたいんだろうね、きっとね。ある意味すごい新しい名前考えてコンビニに置くのに、チンチンシェイクっていう名前だ、チンチンシェイクねえ、もうあったよあったよ、チンチンポテトもあったよ。そういうので、分からんけどな、うちに今いっぱいある。開けっぱなしなんでいっぱい来てるんですけど、さっきのお腹アップの話やんじゃんか、結構な大きなとは言わないけど社会ニュースみたいになったみたいな、グッドデザイン賞から省かれたみたいな話が結構新聞記事を送ってくれる人がいて、ペンネーム阿部、読売新聞ってあの硬い読売新聞に、グッドデザイン賞審査会、大人のおもちゃ展示中止、デザインや機能性に優れた製品などを選ぶ2006年度のグッドデザイン賞を選定するため、8月下旬に開かれた審査会に都内のメーカーがいわゆる大人のおもちゃを展示しようとしたところ、取材者側が急遽中止させていたことが分かった。性能や機能を試す方法がなく審査できないというのがその理由。ああそっか、さっきの女性審査員が嫌がったみたいなことから言うと、そうか、そう言われると、ってことは第一次審査には残ったみたいなことも書いてあるのがあったから、第一次審査の審査員は、そうじゃないと、だってそうじゃないとダメだろうよ。まあ予測したのかな、プロだから、こうやってこうやると、巨人みたいな、それで、じゃあこれ OK なってことになったのかな。ラジオネーム、ノーゲームノーさんからですけど、グッドデザイン賞の話ですが、一次審査の書類選考は通った。書類選考なのか。第二審の展示審査に行く段階でこれはまずいって話になった。大人のおもちゃのメーカーは一次に通ったのに、なんでダメなんだ。社員は真面目に作ってるのに、天井のセットにも何百万使って用意したのにと怒っていたそうですと。一次審査員、審査会は一次を通してしまったことはこちらのミスだったと認めている。ミスではないと思うんだけどね。で、またですね、この番組リスナーであるソフトオンデマンドの社員の方からも、さっき番組の名、ファックスナンバーにファックス来てまして、まずね、何度も言いますけども、その担当の方、ね、匿名で担当の方なんですけど、女性から僕ああいうのもらうの引くんです。で、担当が女性なんです、基本的に。ね、いつも商社の製品をお引き立ていただき、誠にありがとうございますって会社の。いや、引き立ててなくもないけど、あんまりすごい引き立ててるみたいになっちゃうと、やっぱそこは、まあ、ね、まあ引き立ててますけどね。伊集院様もぜひお使いになってみてください。この形になるまで社長自ら試作実験を繰り返し、死にかけたと言っております。デザインについては、ついうっかり部屋の見えるところに放置していて、誰かに見られても、お腹ップだとバレないので安心という点と、店で買いやすいという点、主にこの2点をポイントにしたそうです。ということを書いていただいたんですけども、いやでもさ、こんなに有名になっちゃったらさ、うっかり置いたら分かるってそれ性能良すぎて評価が高すぎたんだろうな。あとね、伊集院さん照れてるようですけど、使い方みたいなね、千葉県松戸の方からなんですけど、美琴明美のポセイドンアドベンチャー、伊集院さん騙されたと思って、そのおのかっぷ、おなかっぷ、そっと耳に当ててごらんなさい。
海の音が聞こえるだろ。海の音なんか聞こえねえよお前。聞こえるだろうじゃねえよ。父親かお前。なあお前はグリングリンの海版の父親かお前。そうね。あとペンネームなし、本名 OK、 伊藤潤さん。先日北海道の友達が実家からラム肉を送ってくれた時、友達みんなを集めてジンギスカンパーティーをやりました。とても盛り上がりました。お腹ぽんお腹っぽパーティーをやった。どんなパーティーなんだよ。楽しいね。楽しくねえよそんなの。歌おう、歌わねえ。うんこ漏れちゃう、うんこ漏れちゃう、うんこ漏れちゃうよ。